2015年4月某日、日本国東京都森宮市。この日、彼の日常は引き裂かれた。それじゃ、お疲れし。ああ、また。どうも。酔っ払いのと、ま。とっとと帰るか。おっと。ヒイラギ見間違い、あいつこんな繁華街。バイトが終わったばかりだってのに。確かこっちの。おいおい、ジョーちゃん、釣れねえじゃねえか。ほんのちょっとくらいおしゃべりしてくれてもいいだろう。あれ、とことん無視。なんだかお兄さん、そろそろムカついてきちゃったな。見れば見るほど綺麗な顔して、笑顔の一つくらいサービスしてくんねえかな。あんま怖がらせんない。その制服確か森宮学園だろ。たまには俺らと。あいつらチーマーか。どこかで。なんだ、赤い現れたわね。なんだよ、何が起き。ヒイラギ、なんだ、何が起き。おいおい、一体何の夢。綺麗っつうか不気味っつうか。さっきまでヒイラギ、あのチーマーどももいねえ。訳が分かんねえ。ここでうだうヒイラギと出口を探さねえと。
なんだかうすら寒いな。やたらと静かだし、黙ってると不安になってくるぜ。そういやサイフォンは圏外。やっぱこのまま進むしかねえか。ヒイラギ、いねえのか。いたら返事しやがれ。反応なしか。行けるところまで行くしかねえな。無事みたいね。あなたが見える人とは思わなかったけど、あの状況で飛び込んでくるなんて。なあヒイラギ、これってじゃなきゃさすがに意味。ええ、その通りよ。ただの一夜の悪い夢。ヒイラギ、でも悪夢もいつかは覚めるもの。おやすみなさい、時坂くん。
おはよう、こうちゃん。なんだかうなされていたけど、大丈夫？しおり…いや…って…起こしに来て時々様子を見ておいてって、おばさんから鍵を預かってたから。インターホンを押しても全然出ないと思う。制服のままベッドに入る。制服って…また夜遅くまでアルバイトしてたんでしょう。高校生で深夜まで働くなんて、昨日は結局…昨日…誰がふ…あら、こうちゃんたら、もし…バカ言ってんじゃねえ、もう…2年…でも、またみ…え、本当…こちらこそ…け…あーもう…不愛想なやつ。誰が不愛想。ったく。新任なの。いや。こら、コウ君、授業中におしゃべりしな。違うの。今の話、ついいつもの癖で言う。やっぱ。もう。おしゃべりしているからだよ。ち、羨ましいや。とに、はい。じゃあ柊木さん。はい。合っているかはわかりません。していた範囲が当たってくれたみたいです。さすがは帰国子女。俺ヒーローまだあんまり話…
しかし幼馴染だけじゃ飽き足らず、あんな可愛いいとこまでいるとは。ちくしょう、いいね。りょうだ、はあ、だってまあもう大体お前あんな子供ばっか。くそ、こうなったら、ああ、あろうか。だ、思い出さ。そういえばこうちゃん、ヒイラギさんと何かあったの？あ、その勘違いだったらごめんね。トワ先生の授業あたり。それへえ、こうまさかと思うが、あのヒイラギさんを狙ってるんじゃないだろうな。今年からこの学園に編入したヒイラギアスカと言います。しばらく米国同じクラスの。どうかよろし。容姿端麗にして清楚。4月にしてすでに男子人気ナンバーワンの座に君臨。ちょっと競争だか。ただちょっと、いや、なんでもねえさ。そういや、俺のことより今朝正門のあたりで。それは、うん、実は最近気になる子。近頃変な自分の後ろに何か。まさか。多分違う、ちゃんと確かめたわけ。もしかしてあれか。もうる、うん、なんていうか。えっ、いや、いや、ま、バイトがある。こうちゃん、りょうたくんにじゅんく。はい、ほうひらぎさん、これをお願い。起立。さてと、みんなでどこ。なんだよ。いや、親父たちも。私も。こうちゃんはど。ああ、マジかよ。ああ、今日はレンガ小道のアンティーク。いつも他のバイト。たくあいく。1年。うん、いろいろさ。それに、そうそう。あす、もうとは先生でしょ。でも中学。そっか、こうちゃん表向きはお手伝い。そうそう、おじいちゃんに何度言われてもこれ。しかも昨日はまた深夜までアルバイトしてたんだ。いいですか、こうくん、深夜アルバイトはいとこだからって。そのうちおじいちゃんに知られちゃっても、うん、ああ、つうか学校。ボーカ、じっちゃんのところに修行に。もうさっき悪い。確か、あ、いえ、生島流をそんな風に。それで、うん、え、3、4年前は
髪型も格好もワン、それがスカートなんか履いて。あ、もう、ソラ。こんなところで何油を売って。おう、そう、そこの、そろそろ稽古始め。はい。なるほど。そうそう、よかったらそれ。やれやれ、しかし。時坂くん。ああ、ヒイラギも。クラス委員の仕事です。それで、さっきのことはどういう関係なの？もしかして。ちげえよ、子供の頃の知り、昔、じいさんがやってる道場。道場？へえ、ちょっと意外だわ。ま、いや、ヒイラギとこうして話すのもなんだか珍しいと思う。同じクラスになってからまだほとんど話せっかく同じクラスになる。ああ、なあヒイラギ、昔どこかで会ってた。え？え？ごめんなさい。時でも口説き文句としては、ちょ、今時ステイ。そんなんじゃねえっての。ああも待って。そうそう、私の方からも聞いてみたい。昨日の夜のことよ。何をしていたか覚えている？え？赤い裂け目。と、悪い、昨日の夜遅くまで。深夜のアルバイト、バイトもいい。ああ。あら、ドモスって。はあ、今日は何。いや、あんたの方か。そういえばそう。ゆうべはほ、どうも、厨房の時から言う。せっかくの若い。今くらいで、いつでも始め。ああ、その前に終わったら一応その日のうちに報告。ああ、そういや、昨日は深夜まで長引いちまって。ほんと何か。え？
いや、昨日は妙にバイトから帰ってき風邪でもひいてたのかな。なるほど。え？さて、そろ報告を忘れたペン。休憩、人使いの地獄耳め。おっす。あの日もあれからもう東京新鮮。俺もガキだ。まさかけ。すいません、少し外れてもちょっとやぼ用ができちまって。いいわ、まだ時間は残ってるけど、バイト代はおまどうもった。まさかこの場所ヒイラギ。また会ったらね。できればいつもの教室で会い。ヒイラギ、お前は一体。いや、昨日も見た。ここは一体どこなんだ。それにしおりは。やっぱり記憶を取り戻しているのね。落ち着いて聞いて。ここは現実世界と平行。普段は見ることも触ること。異界、私たちはそう呼んでいるわ。そしてイクリプ、あなたと、そして倉敷さんはそれに巻き込まれて。わけがわからねえ。理解できなくても無理はないし、とにかく落ち着いて一旦早くし。引けない。あの時の異界の住人である怪異界のあちこち。ええ、かなり危険。一刻も早く。
すぐに片付ける。どうして俺の畜生。こんなわけのわからねえ。力が欲しいかい。わからねえが覚悟しやがれ化け物ども。でもいきなりそんな複雑そうな武装が。あなた細かいことは分からねえ。だから力を貸して。この武器もこの世界も。だが少なくともお前は何が起きてるか分かって。しおりを、あいつを助ける。時坂君、いいわ。今は一刻を争う状況。ヒイラギ、助かる。おそらく倉敷さんはこの迷宮の急ぐ。ああ、
時坂君。私は急いでるってのに。焦らないで、時坂君。迅速に、確実に先へ進みましょう。
のを手に入れたな。せい！まだいけるぜ。危険な相手ね。まだまだいけるぜ。まだいけるぜ。せいか、そこだ。すまねえ、みんな。いいものを手に入れたな。まだ
まだいける。